お願い。浜田ちゃんでやってくれ。おお。よし。会いたかったよ。おっしゃ。おお。素晴らしい。やっぱ。出たー、よっしゃ、やったー、ボツでんでしょ。釣り名人には秘密があります。それを解き明かすのがこの番組。おはようございます。今日は丹後半島に来ました。釣り人は、おはようございます。おはようございます。大和スタッフの菊池と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日釣り物は何になりますか。今日はですね、まあ、この京ヶ岬、丹後半島で有名な浜鯛ですね。お、まあ、通称グジと言われる、はい、魚を狙っていきたいかなと思ってます。はい、基本どんな感じのこうイメージで釣っていくのか教えていただいていいですか。こういうちょっとアマダイには弓形の天秤が効率的よくて、はい、ちょっとこう仕掛けを浮かすことができるので、重りが80号、重り80号ですね、はい、結構好奇心が旺盛な魚だと思うので、はい、まあ巣の砂の中にこう隠れて身を潜めてるのをこう出てこさせる要素としてまず小づく、はい、で私は2本針で今日やろうと思ってます、はいはい、それに1個ずつオキアミつけて、オキアミと端にはちょっと自重のあるホタルイカをつけようかなと。あ、ホタルイカも、はい、これ結構この辺りでは、はい、あのポピュラーな餌というか、はい、餌取りに強いというか餌持ちがいいので、でこのままつけるんじゃなくてこれ、はい、取ってあげるんですよ。あ、なんか抜くんです。抜いてあげて、この綿を残した状態で目を刺してあげると。この状態で OK、はいはい、あとアマダイ最初かかったら結構ドンって引くので、はい、ドラグ設定は結構こう緩めというか、おある程度滑るぐらいの方がいいかなと、はい、まずはボトムまで落としていきます。はい、まあ、着底したら、はい、しっかり棚を取れる状態のボトムを確認した後、皆さんこう落としていくじゃないですか、はい、じゃこれがゼロじゃなくてテンションがかかるところをゼロにしてもらって、はい、まあ、ここ重要ですよね。なるほど。でその状態から小づいてあげる、はい、ああ今トントンとこう叩いてる、はい、で一番いいのはこの状態でこうぬーってこう何ですかね、重りがこう下にこう引っかかりながら、はい、テンションがかかるような状態で、そこから少しこう上げて待ってあげる、はい、まあ、これが基本動作ですね、はい、今完全にこう柔らかい砂泥っぽいところを釣ってる感じなんですか。そうですね、はい、まだはね口がこう下に向いているんで、はい、でこう吸う魚を餌を吸ってくれるんで、はい、その時にこう合わせを入れてあげるというか、はい、基本私の場合は潮が緩いなと思ったら小づきを多めに入れてあげる、で潮が流れてるなと思ったらあんまりいらない、はい、いらないことをしないというか。なるほど。すぐ来ましたけど、ね、これはちょっとそのガンガン叩き続けるのはちょっと違う感じなんですか。これはレンコちゃんかもしれないですね。やっぱ小さいあたりでも捉えたら結構しっかり合わせを入れた方がいい。そうですね、はい、うん、今ねかなりギュッとこう、はい、ためらわずに合わせを入れてらっしゃったように見えた。
ストローク短くていいのでこう、はい、当たりを合わせをしっかり入れて、何でしょうか、入れてあげるというか、何でしょうか、よし、やっぱりレンコですね。おお、レンコ台、はい、まずはこのレンコ台、挨拶代わりですね。若干アマダよりも上の層で当たることが多い魚ですね。しっかり棚取りをしてあげる、はい、で小突く、ちょっと小突きを少なめにいってみます。はい、やっぱり違うかった。でかいでかいレンゴでした。お、さっきより随分大きいですね。あ、でも綺麗ですね。ね、もう来てくれるでしょう。今またオキアミですか、さ。ホタルとオキアミと一つずつで、はい。はい、いったんじゃない？いったんじゃない？今ちっちゃい当たりを捉えた感じですね。これは感触は甘酢っぽい、間違いないかな？お待たせしました。わあ、水面近くでまた暴れて、これ甘鯛だな。でかい。お、おお、よし、いいサイズ。来ました。お待たせしました。いいですね。よし、いいサイズ、ね、見ましたね。来てくれました。今どんな感じで、優しめに小突いて、はい、ボトムから 2,30 センチちょっと天秤を上げたぐらいのところで、まだそんなに塩効いてないなっていうイメージだったんで、でも綺麗な、本当にいいサイズのアマダイが来てくれました。ね、美味しそう。嬉しい。もう何とも言えない、この愛嬌のある、ね、愛嬌のある間抜けな顔というか、可愛いですね。いや、お見事ですね。会いたかったよ。来てくれました。40センチぐらいありますね。40センチ近く。はい。あ、嬉しい。お、おっしゃ。おー、素晴らしい。やっる。魚をさばいて調理したい、そんな方におすすめの一冊。魚のさばき方から盛り付けのコツまで、全147レシピを可愛らしいイラストで分かりやすく紹介しています。料理が得意な方もそうでない方も、ぜひ魚料理にチャレンジしてみてください。オキアミダブルで行ってみます、はい、でうねりが高いのであんまりもう誘わないイメージで、まあ、ボトム付近をしっかりトレースできるように、まあ、基本に忠実にちょっと優しめの誘いから、はい、でまあちょっとボトム付近に的を絞ってるというか、あんまり上げてない、はい、誘いからそれほど上げてない状態で待ってみて、ただ上張りに食ってたから、
まあ、その辺がどうなのかなっていうところと、例えばこの状態から、はい、こうクッとクッとこうこうやって誘って、はい、餌をこう揺らしてあげる時がいい時もあったりもするんで、はい、でもどちらかというとまだちょっと魚はそのっけが出てきてるけど、まだそれほど活性が高くないのかなというイメージで、はい、まあ、優しめに誘ってます。うーん、おー、これもまたレンコンっぽいな。お、どうですか、レンコっぽいね。レンコっぽい、まあ、あとはやっぱりこのうねりの分どうしても餌が上に浮いちゃってる可能性もあるんで、はい、そこを どう操作でクリアしていくかっていうのもあるわけです。心が弱いのでもう一回端にホタルをイカをつけました。なんかちょっとでも餌持ちがいいと安心感があるんですよね。まあ、そうですね。一回あたり見送っても次で来るという可能性もあるわけですね。はい、ちょっとあえてですけどもう一番手針のサイズを大きくします。はい、結構食いしぶりになると皆さん針のサイズ小さく小さくって。はい、しがちですけど、結構アマダイ釣りの場合は私結構大きめが好きなので、まあ、あと気持ち針の自重も重くなる分、はい、仕掛けがそこで安定するかなっていうところと、なるほど、さあ来い。どうしても魚が釣果が上がらないから優しめになっちゃうけど、すぐアクションするとやっぱこうやって当たるけど、これもレンコっぽいな。レンコですね。上の方に来ちゃいますね。ちょっとビシ打ちました。まあ、これでいくらかでもちょっと仕掛けを安定させたいなと。ちょっとあまりにも連呼台ばっかりなんで、やっぱこの船の上限の中で仕掛け安定させるのが、そうですね、今大変っていう感じですか。先張り30センチの位置に B のガンダは入れました、はい、あ、なるほど。釣れそうだけどな。ポイントを移動して1投目、やっぱり1投目大事ですね。
20メーター前後でまた光が見えるとこうやって突っ込むんで、ここ気をつけていただいて。でかい。おー素晴らしい。やってる。いやいい方ですね。でかい。ほら可愛いおまけもついてますけど。ホタルイカのいいとこかかってますね。おー素晴らしい。吸い込んで。もうセンターバッチリですね。お前も可愛いんだよ。いや見事に仕掛けの調整が。よっしゃ。これは4万4ジャップですね。いいとこスッとかかって合わせにいった感じですね。やっぱりいや今のねあの合わせはお見事でしたね。あーうれしい。かわいいっすねこの何とも言えない。嬉しいな。アマダイ大好きです。心折れそうになりましたけど。いやいやでもさすがですよね。集中力を取得されて。叩いてるよ叩いてるよ。アマダイだ。持ってきた持ってきた。アマダイだ。おい。まあこれでもレギュラーサイズですね。はあ。今のはどんな感じで、なんか結構回収直前ぐらい。そうですね。多分あのもどもどとして食ってたかもしれないですね、はい。ちょっと小さい当たりがあるなと思ったんですけど、飲んでるんで。ちょっと当たりを捉えたというよりも魚がこうボトム付近で頬張ってイグイしてたような感じかもしれないです。釣らしてもらった一匹ですね。でもリズム出ますよね、やっぱ ね、嬉しいですね。魚が溜まってくるとね、はい、素晴らしいですね。でも敵面ですよね。ガンダム打ってから2ミリ。そうですね。本当ちょっとしたことですけど、やっぱりこのうねりがある分で、まあ身をして釣ってるから、その一個でだいぶ仕掛けがこう馴染みやすいかもしれないですね。最後はちょっと大きいのを狙っていきたいんで、ちょっとロングステイの間を多めに取っていこうと思います。肩狙いたいときはあんま動かしすぎない方がいいですか。はい、やはりまあ警戒心強いだろうからアピールも若干必要ですけど、こう見つけさせてあげるというか、はい、おっしゃ。
これは手応え良さそうですね。カッと入ってくれましたね。これオキアミダブルですね。ちょっと餌持ちが良くなってきたんで、 いいサイズかも。40はありそう。もう今の最高っすね。ちょっとしたあたりでクッとかけれて、なんとも言えないこの重量感ですね。最初の引きからちょっと大きいかなと思ったけど、そうでもないかな。あーでもいいサイズだね。うぃー、うぅー、よし、素晴らしい。やった、店長ありがとうございます。ねえ、今のはまあそこをこう、まあ、通常通り叩いて、で弱めのステイをして、でちょっとまあ長めのステイかな。でその時クックッと来てくれましたよね。まあ、あれがアマダイの本当の一発目のあたりというか、まあ、理想的な、今日の中で一番理想的な当たり方してくれたような、活性も悪くない、まあ、あの時点でこのも針も飲んでますから、最高のパターンだったですね。できすぎですね。いいサイズばっかり。ね。綺麗な。でかいレンゴでした。ちょっとビシ打ちました。甘大だ。おお、素晴らしい。嬉しいな。アマダイ大好きです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか今日は一日。やっぱりちょっとこう風と波と、はい、かなり波がこう波気があったので、ちょっと棚が浮いちゃったかなっていうところはありますけども、まあ、まあ、それなその中ででも、まあ、やれることはやってみたつもりなんで。そうですよね、途中なんかガンダム打たれてといろいろ挑戦もされて、ね、そうですね、はい、後半見事に盛り返して、はい、いい方見せていただいてありがとうございました。はい、個人的には満足してます。またね、はい、次もぜひよろしくお願いします。はい、全力で頑張りたいと思います。ありがとうございました。